フィオナ・レグゲートはイギリスの女性ドライバー。レグゲートは幼少の頃からモータースポーツに興味を持っていた。父親のマルコム・レグゲートはサルーンカーレースで19年のキャリアがあり、イギリス以外ではセダンレーサーとしても知られていた。バババ術イベントや障害飛び越し競技に参加していたが、その後10歳の時に障害飛び越し競技で一度に了。 手首を骨折以来彼女は注目を馬術から馬力に切り替え、元英国ラリーチャンピオンのグーインダ・フエバンスと競うため競技に参加、そして優勝を遂げた。これにより2003年と2004年にブリッドカーや MGX パワートロフィーなどの様々な選手権に出場し、2004年7月に1日で行われたほとんどのレースで世界記録を樹立したという。 2005年からイギリスツーリングカー選手権のインディペンデントチームのボックスホールアストラクーペでレミントンスパベースのテックスピードチームで3シーズン参戦し活躍した。このアストラは環境にも考慮したバイオエタノールを燃料とするエンジンで非常に注目されていた。彼女はシルバーストーンでの合意を含む12ポイントを獲得し環境に優しい燃料で多くの知名度を得た。 2006年イギリスツーリングカー選手権のブランドハッチラウンドでバイオエタノール燃料のボックスホールアストラを運転するレグゲート。レグゲートは2007年イギリスツーリングカー選手権のオールトンパークラウンドでカートワールドレーシングが運営する MGZS を運転2006年。レグゲートはバイオエタノールで走行する同じ車で BTCC に再び参加。 ボクソールのディーラーであるサールビーモーターズからの新しいスポンサーとエネルギーエフィシエントモータースポーツスキームからの継続的なサポートを得ていた。彼女の最高の結果はトリオでの10位。彼女は第6ラウンドでエンジンシリンダーのひび割れによりレース乾燥を逃す。第8ラウンドも欠場した後、彼女はシリーズから脱退。残りの2ラウンドはボールオニールが彼女の代わりに出場した。 2007年、彼女は再び、バイオエタノールを燃料とした元、WSRMG-ZS を使用して、カートワールドチームと BTCC レースを戦う。また、2006年に使用したのと同じ MG-ZR で、イクプロダクション S1 チャンピオンシップにも参戦した。2006年、レグゲートは、MG-ZR で、ブリッドカープロダクション S1 レースに参加。 彼女は、シルバーストーンで3月に MG、レーサーポール・ホワイトと、ブランド・ハッチで6月に、ロブ・オルダカート、かつて提携していた。その後、レグ・ゲートは、オルダカートで MG トロフィー・レーサー・ベンジャックとイタリアの、BMW、レーサー・ウンベルト・ナカムリが、シルバーストーン24時間レースに参加。この車は、エンジンの故障でリタイアしたが、あと1時間余りで、完走記録であった。 彼女はミニチャレンジにも出場し、セラクストンスパをドライブしたが、エンジンエレクトロニクスの故障により、レースに感想を逃している。これに加えて、彼女は6月の MGCC、シルバーストーンミーティングで2回の耐久レースで、別の MG、ZR にも参戦。第2レースで、レギュラードライバーのロブ・オルダカーとマーク・ステイシーらと、レース1でパートナーになる。 車はヘッドガスケットの故障により2回目レースから盛リタイヤ。2007年、レグゲートは PS1 チャンピオンシップに参戦し、最初の4レースでクラスを獲得2回のミーティングと最速ラップでクラスポールを獲得した。元夫のダニー・ワッツとの間に息子が一人いる。ワッツもレーシングドライバーであり BTCC で活躍したほか 24時間レースで活躍した。ありがとうございます。